皆さん、こんにちは。Azure 資格対策講座へようこそ。今回は、共同責任モデルについてと、関連する模擬試験問題について解説していきます。本講座は、次の6つのパートに分けて解説していきます。まずはじめに、パート1の、共同責任モデルとはです。共同責任モデルとは、クラウドプロバイダーと、クラウド利用者で、それぞれ異なるお互いの責任範囲を示したものです。 責任範囲はざっくり言うと、クラウドプロバイダーはクラウドのセキュリティに対して、クラウド利用者はクラウド内のセキュリティに対して、責任を持ちます。責任範囲は、サービスモデルによっても異なるので、それぞれ見ていきましょう。続いては、パート2のオンプレミスの責任範囲についてです。オンプレミスでは、図の通り、利用者がすべての責任を負います。続いては、 パート3のイヤースの責任範囲についてです。イヤースでは図の通り物理環境をクラウドプロバイダーがそれ以外をクラウド利用者が責任を負います。続いてはパート4のパーズの責任範囲についてです。パースでは図の通り物理環境オペレーティングシステムをクラウドプロバイダーがクラウドに格納されている情報とデータ クラウドへの接続が許可されているデバイス、組織内のユーザー、サービス、デバイスのアカウントと ID を、クラウド利用者が責任を負います。ネットワーク制御、アプリケーション、ID とインフラストラクチャは共同責任となります。続いては、パート5の SARS の責任範囲についてです。SARS では、図の通り、物理環境、オペレーティングシステム、ネットワーク制御、アプリケーションを、 クラウドプロバイダーがクラウドに格納されている情報とデータ、クラウドへの接続が許可されているデバイス、組織内のユーザー、サービス、デバイスのアカウントと ID を、クラウド利用者が責任を負います。ID とインフラストラクチャは共同責任となります。今回のまとめです。共同責任モデルとは、クラウドプロバイダーとクラウド利用者で、 それぞれ異なるお互いの責任範囲を示したものそれでは最後に模擬試験の問題を解いてみましょうデータセンターに不正侵入がありサーバーに障害が発生しましたこの場合の責任は誰になるでしょうか A クラウド利用者 B クラウドプロバイダー C クラウド利用者とクラウドプロバイダーの両方 D それ以外 オンプレミス以外の物理環境における責任はクラウドプロバイダーが負いましたよね。よって正解は B になります。皆さん正解できましたか以上がクラウドの概念分野の共同責任モデルについてでした。ご覧いただきありがとうございました。次回以降も引き続き対策講座の動画をアップロードしていきますのでチャンネル登録をしてお待ちください。それでは ご視聴いただきありがとうございました。また来週お会いしましょう。